突然ですが皆さん、異世界のダンジョンにつながってるかもしれない穴が自宅の庭にできたらどうしますか？普通の人であれば穴を調査したり見て見ぬふりをして放置すると思いますが、本作の主人公は穴を見た瞬間速攻でゴミの不法投棄に利用しました。本作の主人公はゴミ拾き。もともとゴミは普通のサラリーマンだったのですが、勤務先がブラック企業だったこともあり退職。その後地元に帰ってリサイクルショップを一人で経営しています。一応経営はできてるし、仕事の内容には満足してはいるけど、ゴミの会社は利益をあまり出せていません。ある日そんなゴミの会社の庭に異世界につながってるっぽい穴ができました。ゴミを捨てるにも結構お金がかかるということで、ゴミは会社のゴミをこの穴に捨てるようにしたんです。ただ不思議なことに、どんなにゴミを捨てようが、土で覆い隠してしまおうが、この穴が決して塞がることはなく、翌日になれば元通りになってる。恐怖心はあったものの、非常に便利な穴だなと思い、ゴミは穴にゴミを捨てまくるんですよ。ある日そんな生活をしていたら、地元の建築会社から建築廃棄物を格安で引き取ってくれないかと依頼が来ました。あくまでもゴミの会社はリサイクルショップだし、当初ゴミはこの依頼を断るつもりでした。でもゴリゴリ系の建築会社社長に押し切られる形で依頼を受けてしまった。廃棄物の処理方法もよく知らない、そして穴の限界を知りたいという思いもあって、試しにゴミは引き取った廃棄物をすべてあの穴へ捨てました。しかしあの穴は塞がることはなく、すべてのゴミを飲み込んだ。これに味を占めたゴミは他の会社からもゴミや産業廃棄物を格安でどんどん引き取り、あの穴に放り込むようになったんです。最初の頃はゴミ自身で軽トラに廃棄物を積んで自分で運転して、わざわざ手作業で穴に捨てていましたが、途中からゴミの搬入は顧客が運転するダンプカー、穴に捨てる作業はベルトコンベアで自動化して、ゴミは事業を大きく拡大させたんです。在庫ゼロ、人件費ゼロ、原価もほぼゼロということもあり、穴を利用した不法投棄ビジネスでゴミはがっつり儲かりました。ノーコストビジネスなんで儲からない方がおかしい。しかもゴミに産業廃棄物の処理を依頼している企業も今までよりも格安で処分できるようになったから、顧客ともウィンウィンの関係だし、ちょっと古い言葉を使えば SDGs なんですよ。さらにすごいことに、穴の情報をゴミは顧客に漏らしていない、完全に独占しております。ぶっちゃけた話、顧客はゴミの廃棄物の処理方法を気にしてる。どっか遠くの山にでも捨てているんだろうか。おそらくは真っ当な方法では処理してないだろうなって思ってる。でもそれはゴミの事業の問題だからってことで、顧客は全員処理方法について触れてきません。ここまでビジネスがうまくいくと、穴がどこに通じているかなんてもうどうでもいい。大事なのは口座に積み上がる額だ。このようにゴミのメンタルは変わりました。お金と穴は人を変える。しかし困ったことに、このゴミの噂を聞いた暴力団が放射性廃棄物と医療廃棄物を引き取ってくれないかと会社にやってきた。これは仕事ビジネスの話なんだと暴力団は言ってはいるものの、内容は恐喝に近い。ゴミは暴力団と仕事をすることと、放射性廃棄物や医療廃棄物を引き取ることは今後事業を継続する上でリスクが大きいと判断し、この話を速攻で断ります。そして暴力団を会社から追い出した。その場はしょうがなく暴力団たちも去りましたが、メンツを潰されて黙ってるやつは暴力団じゃねえ。暴力団は自分たちと仕事ができないんなら、その仕事を奪ってしまえということでゴミに襲いかかるんですよ。暴対法が怖いので直接的なことはできませんが、手下を使って交通事故を引き起こそうとしたり、夜道でゴミをボコボコにしようとしたりした。その時に気づいたのですが、いつの間にかゴミは戦闘力が大幅に上昇していた。貧弱な普通の一般人のはずなのに、相手のパンチがやたら遅く感じたり、ちょっと頬を叩いただけで相手の歯が抜けるほどの威力が出たり、相手の腕を少し引っ張っただけで肩が脱臼したり、同じ人間とは思えないくらいにゴミは強くなっていた。ゴミが逃げる暴力団から言われた言葉が化け物。ここでゴミはある一つの仮説を立てます。毎日毎日穴にゴミを捨てることによって、穴から得体の知れない何かが溢れ出て、自分が超人化しているのではないか。この漫画庭に穴ができた。ダンジョンかもしれないけど、俺はゴミ捨て場にしてるわ。主人公が作業廃棄物の処理事業を拡大させながら、穴の情報を独占し、穴の秘密に迫っていく漫画です。ホラーとビジネスを異世界で組み合わせた異色の漫画。この動画後半では本作の魅力を2点ピックアップして紹介しますので、しばしお付き合いをお願いします。まず1点目の魅力、穴こそがこの漫画一番の魅力であり一番の謎。マジで何なのかわからない。これまでに分かっていることをまとめると、どんだけゴミを入れても飲み込んでしまう。ゴミを捨てれば捨てるほど、なぜか主人公の体調は良くなり戦闘力が高くなる。そして夜中にギーギーギーという音が時々聞こえてきて、たまに人影らしき影が現れる。冷静に考えて怖すぎる。ホラーの類ですね。また不可抗力ではあったのですが、スマホを持たせた人間を5人程度穴に一斉投入したこともありますが、生還者はゼロ。それどころ
ろかスマホで連絡を返した人すら一人もいませんでした。やばいですよね。さすがに少し怖くなったゴミは穴による周辺の土地への影響、例えば土壌汚染とか地盤沈下などが出ていないかを調査するため地元の大学へ依頼しました。もちろん穴のことは秘密、ダマにした状態でね。調査結果は正常、農地転用もできるくらいに周辺の土地には何も問題がなかった。ますます怖い。この穴について僕の考察を披露したいなと思ったのですが、情報が足りなくてまだ考察はできませんでした。ごめんね。本作のタイトルに書いてあるのでおそらくは異世界絡みだろうとは思うのですが、それ以上のことは全然わかりません。ただ今は全然情報がないのですが、毎話読み進めていく中でちょっとずつ穴の情報を描いています。この穴の情報を小出しにしてくるフォーマットが本作に合っていて面白いなって思いました。次に2点目の魅力、穴の争奪戦。原理は何かさっぱりわからないけど、穴がどんなものでも際限なく飲み込むということはわかってる。この穴を利用してゴミが事業を展開したように、仕事でこの穴を利用したい、あわよくばゴミから奪い取りたいと思う人がちらほら現れるようになるんだ。例えばストーリーでも軽く触れた放射性廃棄物と医療廃棄物を持ってきた暴力団は穴のことを知らないけど、特殊な方法を使ってゴミが廃棄物を処理していることは分かってる。放射性廃棄物と医療廃棄物をタダ同然で処分できたら儲かりますよね。あと彼らの本職は暴力団なので、遺体の処理だったり武器とか凶器の始末とかにも穴は活用できそうです。その他にも地質調査を依頼した大学、いい人そうに見える大学職員も実は穴を狙っているんですよ。地質調査を依頼した大学は万年金欠の状態で、研究費を捻出するのに苦労していた。ゴミは地質調査を依頼するとき穴のことは一切触れず、自分が生み出した画期的な新技術で廃棄物を処理していると大学には伝えていました。もしやその新技術は金を生み出すのでは。このように思った大学側はゴミに対して、そのゴミの新技術と大学の知見を使った大学発ベンチャーを起業しようと提案してくるんだ。大学には産学連携室という機関とファンドがあって、一般企業や銀行からの信用度は抜群、広報の人員も手厚いですよと大学はぐいぐいアピールしてくる。本作に登場する大学職員はとても耳障りが良い言葉を使ってごまかしてますが、ストレートに本音を言うと、ゴミの持つ新技術を奪って金儲けがしたい、そのためにゴミを騙して大学側に有利な契約を結ばせようと画策してきます。裏があると分かった時点で断ればいい話なのですが、ゴミは大学の話を無視できない。なぜならば今後穴の調査をより詳しくする場合、大学の持つ知識や技術が確実に必要になる。それに大学と一緒になって仕事をするということは、会社のイメージを上げることにつながり、事業の拡大にも役立つ。だから無視はできないんだよね。暴力団はゴリゴリのパワープレイで、大学はコテコテの頭脳プレイでゴミに攻撃を仕掛けてくるんだけど、この二陣営の攻撃をゴミはいかにかわしていき利用するのかが、この漫画の二つ目の面白いポイントです。次に重要情報を言います。今回紹介した庭に穴ができたは、漫画バンコミックスというサイトで途中までは完全無料で読めます。また本作の原作は小説家になろうやかく読むで読めます。一応本作はなろう系なんですよね。漫画の方も原作の方も概要欄にリンク貼っておきますので、気になる人はぜひ読んでみてください。それでは。